ワルの流儀みたいなのがあって、外すときも実は比べを意識しながら外してるっていうね。はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャー大歓迎の来るものは拒まずのスタイルでお届けします。パーカッションのワークショップ高文がお送りします。よろしくお願いします。一応ねマルティージョチェックしましょうか。叩ける前提で始めますけれども、もしあちょっと叩けないんだけど言い出しづらいわっていう人はね、あのこれで学んでください。右手、利き手は1234、4だけ低い方で、123は高い方ですね。1234で反対の手でその合間を埋める。1234 1234 1234 1234。はい、このようにずっと右左交互でオルタネートで叩く場合は、左手はあんまり音量を出さないで大丈夫です。軽く触れる程度の音で 1234 1234 1234ってこう右手の方をタキタキタキトゥンタキタキタキトゥンってこう、強調してあげるような感じです。ヒールとかできる人は、ヒール押さえた状態から始めて、1234 1234ですね。1と2と3と4と1と2と3と4と、これがヒール2ヒール2ってこうずっと反対側裏を鳴らしているような状態です。 1&2&3&4&1&2&3&4&1&2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 &
ね、じゃあこれに合わせて叩いてみますか。今回ちょっとやっていただきたいのはこちらです。ドドン。はい、これが、私が考えました超わかりやすいボンゴフィルイン初めの一歩、いや初めの三歩っていう感じですね。これ何かっていうと、今クラベが鳴ってたのが上に書いてありますと。ちょっと桶流しながら歌ってみますね。はい、カッ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 っていうのが、2サイド3サイドで、まあ、上に書いてある2サイドが赤色で、3サイドが青色になってますと。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4って細かくね、これを区切っております。1 2 3 4 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 1 2 3 4
入れたらいいんじゃいというのが一目瞭然になっております。はい、基本的に今やったマルティージョは常にキープです。キープでございます。はい、でこのマルティージョしながらこの上でところどころアクセントを打っていって、まあ、それがボンゴのフィルインに当たるわけでございます。はい、で2-3クラベの場合は基本的に2サイドのこの2個目の4三角から入ります。はい、これね重要。はい、これもう今日この場でもう丸暗記してください。 1-2-3-4 1-2-3-4、 ここから始まる。はい、です。で三角形が、今回はですね高い方、ボンゴの高い方ですね、マッチョを叩いて、四角形が低い方、エンブラを叩きます。で丸一番は、まあ、これ横に見ていただければいいんですけれども、1-2-3-4 1-2-3-4に行き、その後ね1-2-3-4 1-2-3-4、はい、ここです。1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4、これをパターンをやりながら叩いていただきます。はい、1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4。多分ラテン系の音楽を聴いている方だったらね、絶対に1回は、聞いたことがあるんじゃねえかなと思います。はい、これはもうね、上等句なので、これこのまま覚えちゃいましょう。むしろね、こういうリズムパターン
だと。覚えてしまってもいいぐらいです。はい。まず普通にマルティジョしますね。1、2、3、4、1、2、3。ここまでいいじゃないですか。1、2、3、4、1、2、3。はい。この後、バシッと高い方を打ちます。はい。で、ボンゴのフィルインは、このマルティジョに対してですね、僕の印象ですけど、約10倍ぐらいの音量で叩きます。はい。だから、極端にやると、こんぐらい、こんぐらい、このね、言うときと言わないときの差がむっちゃ激しいみたいな感じなんですけども、ここまでやらなくても構いませんから、あ、フィルインのときは、よし、こう、フィルを言うぞっていうかね、そのリズムの中にこう杭を打ち込むごとくスパッとこう言うごとくね、はっきり叩くんだっていうことをね、知っておいていただくといいかなと思います。で、多くの方はおそらく右利きでしょうから、この左手で叩くのがまあむずいと思います。右ならまだしもこうバシッとね打てるけれども、左はちょっとむずいよっていうかね、不慣れだよってね、思う通りに動かないよって方多いと思うんですけれども、その場合あんま音量出ないなっていう場合は、結構ね深く入れちゃっても OK です。コンガとかで言うスラップ気味にするみたいな方も結構いますので、このように叩いても OK です。つまりマルティージョの時は割とね、控えめでタキトキタキトンってやっといて、そのフィルインのね、そうそう、言う時は言うんじゃ時はスラップでえいと、結構ね深めに入れてた方が叩きやすいっていう方は、それでも OK です。で、座って叩いてる方、座奏の方は太ももにね、当ててあげても OK です。この手のひらの部分だったり、付け根の部分を叩いても OK です。まあ、要はそこが強いアクセントになれば OK ってこと。1、2、3、4、1、2、3、4。はい、1、2、3、4、1、2、3、4。で、なんとなくね、もう察しがいい方っていうか、若干ね、ラテンかじったことありますっていう方だったら分かったかなと思うんだけれども、この、クラーベに対して、そのコンガとかリズムパターンを作ってるわけなんですよ。クラーベが骨で、それに対して肉付けしてるようなリズムだったわけね、さっきのは。で、それに対して同じ位置っていうか、クラーベを強調するようなことをやっても目立てないわけじゃないですか。なのでボンゴがこうオラっていう時はだいたい比べから外れてることが多いんですね。まあこれをある意味でその逆っていうことでね、コントラとか、言ったりすることもあるんですけれども、まあ知識としてまあ知っておくといいのは、あえてこのみんなが何鉄の掟を守ってる中で一人だけこう外していくっていうかね、あえて外していくっていう快感を知っていただくといいかなと思います。で、この外し方にも、ただこう闇雲に外すだけじゃね、どうしようもないっていうか、外し方にも、そのね、ワルの流儀みたいなのがあって、外すときも、実は、比べを意識しながら外してるっていうね。で、これが分かってくると、このボンゴはね、あ、むちゃくちゃ難しいなっていうことになります。はい、そう、実はねボンゴが一番難しいですっていうね、衝撃の、事実をお伝えしたところで後半に行きます。1 2 3 4 1 2 3 4 4にアクセント入れられた。じゃその後ね、後半この青色いきましょう。1 2 3 4 1 2 3 4 入れた。この後どうすんの。こうやってね、ヒール2でやってた人はこう手順がもうねわけわかんなくなっちゃうと思うんだけども、また1からこう戻ります。1 2、ヒールで戻ります。1 2 3 4 1 2 3。右左はずっと変わりませんけれども、ヒール2ね、ヒール2の関係が若干変わります。はい、1は右手で叩く、2が左手のヒールで右手でもう一回叩く、3
4が2ですね。で、1が右手で、次の2がアクセントのスラップ。で、3が低い方ですね。つなげてみます。いますよ。1、2、3、4、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 1、2、3、4という感じです。タキトキタキトカカドゥンタキトキタキトカカドゥンタキタキトカカドゥンタキトキタキトカカカドゥン。はい、弾けると難しい人はずっとこのタタタタタタタっていうね、刻みをキープしながらアクセントでも全然 OK です。こういう感じになります。カカドゥンカカドゥン。いや高文お前さーと、これ比べとあえてずらすんじゃないのと、この3、3サイドの1、2、3、4、1、2、3が比べ合ってるよと、音比べだよと、いう方ね、お察しの通りでございます。はい、これ、よくあるパターンっていうかね、サルサとか楽曲の構成がちゃんとしてる場合ですね、最初はフィルにしないんですよ、曲が始まった、まあ、いわゆる、ポップスでいう A メロみたいなとこね。で、2回目の A とか、曲のね、盛り上げ要因としてだんだんこう手数を増やしていく、フィルインをしていくみたいな感じでございまして、曲が始まりました、でこうマルティージョってやって、マルティージョから1回でこのフィルインの軌道に乗ったらもう帰ってこないんですよ。その後ずっとこうフィルをしていくみたいな感じなんです。まあ曲のアレンジによっては、まあもしかしたらまたフィルマルティージョに戻るよっていうか、2コーラス目は戻るよみたいなシチュエーションあるかもしれないんだけれども、基本的には1回ね、外しの道に入ったらもう外しっぱなしっていう感じなんです。で、その時に、外してる最中でも1回こう戻りてえなっていう時が出てくると、ちょっと外してばっかりで、ちょっともう恋しくなってきたと、元のね比べが、そういう時に戻ってもいいわけで、戻り方がありますと。戻り方はこの音比べに当たるリズムの位置に戻ればいいっていう感じなんです。なので実はね、丸一番は、フィルインしながら、もうね解決しちゃってます。戻っちゃってるわけね。で、本来であれば例えば1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、丸一が始まったらもうその後はずっとこうフィルインしているような感じなんだけれども、今回ちょっとね例題っていう感じでこれ解決してまた戻ってます、マルティージョに。つまりこの1番だけ繰り返してもいいっていうこと、また戻る、今1番だけひたすらやってます。これは結構ね、特殊な感じ。今日の練習問題っていう感じなので、これはこのフレーズだけで解決しちゃってるものです。はい。でも最初はこれで覚えていただくのがいいんじゃないかなと思います。というわけで、じゃあね、この1番だけを叩いてみましょう。多分もうこれ1番だけでも結構気持ちいいんじゃねえかなと思うんですけど、いかがですかこのね、みんなはこう音比べを守ってさなかにオラーっつって、それだけ
外していく快感っていうかね、あーあーみたいなこうはい。では次2番いきます。まずね、この1番で崩した後の、まあ、バリエーションの一つっていう感じ、これはねあんまり違いないじゃないですか。前半の2サイドのところに2発、この低い方が入るっていう感じです。でこれはまあ先に言っちゃうと、ここで解決してます。うん、パッ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 、ここが音比べになってるのでここで解決っていう感じです。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー、ここが始まり、つまり四角はね一回スルーします。四角は2周目からっていうかね。でこのね3をついてもいいんですけども、つまりでついてもいいんですけども、まあ、今回続けるっていうのを分かりやすくするために、3で解決しないで2サイドの 1-3 で解決するっていう風にしました。 1-2-3-4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  ここね、1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4。うかって打った後ね、これも休符にしちゃってもいいっす、いっそのことね。この青色の2番を打つと、これおりゃって打った後休んで、うんうんってこう、解決してもいいですし、さっき言ったようにね、このひたひた感を残しておいた方がこう疾走感が、まあ、続いてる感じになるので、これがいわゆるですね、まあ、ラテンらしいところかなと僕は思います。要はね、ちょっとこうはみ出たところで落ち着いてるっていう感じなんですね。でこの感覚が、養われるとですね、ドラムとバンドをやるときでもね、ラテン系のジャンルじゃない音楽だったとしても、こうね、はみ出して解決するっていうことが容易になる。だいたいドラムってダンチュンダラドンバンね、ダンチュンダラドンワンワンでこう解決するような、フィルをするのがまあ普通だと思うんですけども、まあ、その後にこうはみ出る形になるっていうかね、ダンチュカドゥドゥドゥカカドゥン、はい、最後がね、これがねできると楽しい。1番2番と同様にマルティーチョから始まって、この赤色の最後の4の三角形がスタートです。はい、だから最初の四角2個はスルーするっていうことね。最初に四角2個ありますけれども、これはまずスルーします。1-2-3-4 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 1-2-3-4。むずそうですね。むずいです。はい。ちょっとじゃあゆっくりやりましょう。まずマルティージョで、4にアクセント入れます。1-2-3-4 1-2-3-4。これいいじゃないですか。これ今まで通りと。じゃあ次、1で低い方鳴らします。1-2-3-4 1-2-3-4 1。はい。ドン。これ今までと違うと。今までと違った流れが来る。ある意味でこれまあ音比べなんでね。一回こう、着地すんのかなと。見せかけておいて、この 2-3 のアクセントで裏切ります。1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3。もう一回いきます。1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3。
1 2 3 1 2 3 4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  1 2 3
ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、あらってこうね、左、右、この三角形が左、右です。まあ、左、左でもいいんだけども、まあ、普通に、順手でいいと思います。ヒルとかできない人は、トン、タ、カ、カ。はい。このカカにね、すべてを注いでください。なんで、もうフィルのシチュエーションに入っちゃったら、それ以外の、いわゆるヒタヒタしてる音、このマルティージョ的な音だったり、こう、クローズしてるような音っていうのは、まあ、限りなく控えめでいいし、まあ、極論ね、休んじゃってもいい。この、フィルインの、今書いてある音が、スコーンってこう、決まれば。っていう感じ。だから、これ、もうこれだけ狙ってもいいぐらい。ただタイミングが結構難しいから、その、このひたひたで、アイドリングしてるっていうか、タイミングを測ってるような状態ですね。で、こう、ひたひた、気を伺いながら、そこ!そこ!ってこう、入れていく感じになります。はい。じゃあ、これができたら、最後ね、ここまで来ました。ついに、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。2, 3. はい。これはね、もうバシッと打っちゃうんで、休みましょう。はい。僕が許す。はい。休んで OK です。はい。ツッパーパー。休んだら、その後、ツッコッコです。1, 2, 3. 1, 2, 3. ちょっとね、頭がないから、いきなりやるの難しいかなと思うんだけれども、なんかこのね、1に当たるところを、ツとか、フとか、口で歌う、頭でイメージすると、まあ、タイミングが合わせやすいかなと思います。つまり、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ツッコッコみたいな。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フッコッコ。ツッコッコ。フッコッコン。グングン。ゴトン、ゴコン。じゃあちょっとね、オケに合わせてやってみますので、E to C。カカ、ゴコン。もう歌で覚えちゃってもいい。カカ、クンクン。カ、カカ、クンクン。タキ、カトン。カ、カンカ、クンクン。これやっぱりその前からのコンボになっている感じなんですね。このフココンが一応終始の形なんだけれども、まあその前でね、なんやかんややって、ここで終わらせるっていう感じです。まあこれはもうシンプルにフカカっていうね、まあこれだけでもう十分様になる。あ、やっちゃった。ちょっとカー、ココンってやってもいいんだけど、みたいな、要はフココン以降の、2サイドの後半から3サイドにかけて遊んで、次の2サイドのフココンで落ちるよう、落ち着く、ようにするっていうのがね、割と定石です。で、この、まあ、ワークショップで何が言いたいかっていうか、まあ、これが、まあ、今回の全てなんですけれども、要は、その、音楽の中の、そのリズムの肝を見定めて、まあ、それをね、ラテンミュージックじゃなくても、なんだろう、そのリズムの
要素、重要な要素を比べと捉えて、その落ち着きどころはどこなんだろうってね、考えてみる。いわゆる比べで言うと、2サイドはどこかなみたいな。もしかしたら落ち着きどころがない音楽もあるかもしれないんだけれども、で、それに向かって、なんやかんややって、で、最終的にそこに落とせばいいっていうのが、見つかるとですね、まあ、とても、ソロなんかも楽ですし、フィルインなんかね、まあ、もっと楽ですし、なんかこうパターンを考えたりするのも、あ、ここに帰着すればいいんだっていうアプローチをすごい考えやすくなると思うんです。まあ、とってもレベルが高い話で、ここから先はもう中級者っていう感じなんだけれども、なのでちょっとまだビギナーでよくわかんねえなっていう方は、あ、そういうのあるんだと、でなんかね、落ち着くところがあって、そこにこう決めるように、その前を準備して準備して準備して、やっていけばいいんだっていうのね、なんとなく思っていただくと、こう考えようがあるっていうか、考えるのすごい楽しくなるし、人が演奏してるのを見ても、あー、めちゃくちゃ美しいフレーズだなっていうのに感動できるっていうかね。要はこの前もって伏線を打っていくような話なんですよ、この副コードに向けての。ずっと解決しないしないしない、ああここに落ち着いたっていうね、どこで落ち着くんだ、どこで着地するんだっていうのが考えられると、楽しくないですか。